ホキは、オーストラリア南部から、ニュージーランド近海の水深10の1000メートルに、生息する、タラメマクルロヌスカの魚。世界規模で利用される、食用魚である。学名のマクルローナスのバイゼランディアへは、ニュージーランドの大きなを意味する。かつてメルルーサ科に分類されていたが、近年では、独立したマクルロヌスカに分類されることが多くなった。 体長60から120センチメートル。姿は底だらに似て、大きな眼球を持ち、非常に細長い、先細った体は、第二背びれと尻びれと融合した、尖った尾ひれで終わる。第一背びれは短く尖る。背側の体色は淡い青緑色で、側面と腹側は銀色、ひれは黒ずむ。魚を食べる、肉食性であり、 大きな口には鋭い、尖った歯があり、裸岩子を主な獲物とするが、甲殻類とイカも食べる。6から7月頃産卵する。寿命は12から14年ほどである。深海魚で見た目がグロテスクなため、切り身にして白身魚のフライの原料として流通し、産業用として需要が大きい。マクドナルドでは、フィレオフィッシュに、ホキ、タラ、スケトウダラの3種が使われている。 ホットモッドでは、海苔弁当の白身魚のフライの材料として、ニュージーランド産のホキを使用している。年間700万キロも漁獲されており、絶滅の危機を迎えている。ホキの減少により、ロングジョンシルバースは、ホキの使用を止め、デニーズは、使用を、ニュージーランド産に限定している。また、マクドナルドは、ホキの使用量を減らしたが、漁獲枠が増加すれば、今後増やす。 可能性があるとしている。持続可能な漁業のために、保機漁業は海洋管理協議会の認証を受けている。ありがとうございます。